2週ぐらい持つかなと思ったんですよね。それが全然足んなくて、1週目は本当にギリギリで帰ってきて、結局ゆきくんとか武田さんとかもオーバーしてて、これいけんじゃないかというので焦っていったら、プロセスの入り口でリザーブ入って、絶対無理だ、やっぱ当然無理で、マーシャルにそれに分けて、つって分けてもらって、でリタイアでいいから、やっぱり一周リタイア。そうだと満タンで2周ちょいぐらい持ったんですよね。2周でまだリザーブ入んなかったぐらいだったから、いけるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりその2段、3段のアップがあって、で下りも結構すごいごつい下りがあって、でかつ、タイム設定は結構厳しくて、ほとんどノーミスで行って、1回引っかかってそこから押して上がったぐらいなんで、あんまロスしてないんですけど、着いたら4分だか5分しか余らなくて、これほとんどの人無理じゃねっていう。で林道を走って次もエクストリームテスト終わってこっち帰ってくるので、途中でその同じチームの小野くんがなんかチェーン外れてたんでちょっと直して、まあでも2分ぐらいかな、せいぜいそこで使ったのと、で帰ってきてオンタイムギリギリで、途中でゆきくんと武田さんもいたから、本当にタイム設定がかなりカツカツだったような気がするんですね。1周目は難しいところはそんなにないんですけどね、何回かやりゃいけるんですけど、焦ると焦る、焦れば焦るほどもがいていくみたいな感じで、エクストリームテストは一応あの用意されたおかずは全部いきました。美味しくいただきました。全然関係ないんですけど、お客さんいるし、でやっぱり多分頑張って、超頑張って作ったわけじゃないですか。で多分作った人が見に来てるんですよね。だからまあその人に見せるというか、せっかくだから2
2回目の壁で1回投げましたけど、まあでも楽しく走れました。なかなかないですからね、ああいうとこ、うん、自由に走れるというか、うん、その辺の林道でああいうとこ見つけたって言っちゃダメじゃないですか、うん、さすがにですね。いや、非常に楽しいですね、あれは。明日、リベンジで。そうですね、今日は体力万全なんで、明日頑張って攻めますって感じですね。どうしたんですか、結構認めました。いや、多分鎖骨。鎖骨美味しいところを取ってもらっちゃいましたもんね。あれじゃないですよ、あれじゃないです。どこでやったんですか。あっちの草原の方のリエゾン。キャンバーになってるところ、リアだけ落ちちゃう。違う、もう一回やり直そう。うん、崖にバーンと落ちた。で、何したんですか。いや、私ヒューズで飛んじゃって、ヒューズ取りに来るのが40分かかったんですよ。復帰するのに。40分かかって、戻ってきて、せーので走ってったんですよ。これはもうタイムを出すしかないなと思ったんです。そしたらそのままチューってグイッてグリップしてビュイッて走ったと思ったら、うわっと思ったら今度こっちにシューッ、よくわからないですけど転んじゃって、クラッチのマスターごと降りたんですよ。なんでそこで早急に直して走っていくよりもやめて明日に備えた方がいいな。じゃあパーツはあって明日は走れる。はい、今から洗車してきれいにして明日は一人だけピカピカ出します。